今回は藤沢周平の短編集「シグれのあからうろこモを朗読します「ロコグモ 笠取峠は男でも登るのにあえぐ急坂続きの峠である峠の名前はおそらく坂道を登りきった旅人が思わずかぶっていた傘を取ってそこで一休みしたところからつけられたものらしいその代わり登りきったところは広い台地になっていて地蔵を祀る銅がありその脇に 夏も枯れることがない清水が湧いている地蔵堂の周りには杉の巨木が枝を広げていた峠を上り詰めると古籍新三郎はあえぎながら清水に走った日差しを遮る木立ちもない尾根伝いの道に出てからは頭の上からまともに日を浴び全身が 水を浴びたように汗に濡れている傘をかぶっているが日よけの役に立つよりは地上からの熱気の照り返しを傘の中に溜める塩梅になって顔は火で炙られるように熱い清水は井戸のように黒い木組みを土に埋めてあるが無論井戸ではなくあふれ出る自然の湧き水だった 松の枝がそこまで伸びていて木陰になっている新三郎は走り寄ると傘を脱ぎ刀を外すまももどかしく地上に腹ばって花王を水に浸した水は驚くほど冷たかった二度三度とそうしてから手のひらにすくって水を飲んだすると ようやく人心地が戻ってきたようだった新三郎は辺りを見回したすると地蔵堂の端にさっきは見えなかったものが見えた白いキャハンとわらじの足である狭い縁に誰か休んでいるものがいるようだった 新三郎は刀を腰に戻すとゆっくり銅に近づいた正面から横に回って覗くとそこに一人の女がいた女は新三郎に見られているのに気づいた様子もなく体を折り曲げて狭い円の上に突っ伏している「眠っているのか?」と思った女の体は ピクリとも動かなかなった背に斜めに小さな包みを背負い草履はほこりにまみれ底が擦り切れている女は抱くように杖を一本抱えていて遠くから旅をしてきたもののように見えた顔は見えなかったが着ているものや帯の色どこか硬い体つきから まだ若い女のように見える眠っているなら大胆なことだと新三郎は思ったこの先は峠を駆け下りると一里ぐらいで城下に着くだが峠は昔から物取りの出たところで近年も今日新三郎が行ってきた藩の預かり支配地である青沼村が天領だった頃に 青沼村のヤクザ者がここで人を殺して金品を取ったことがあるそれを恐れて今でも青沼村と城下町を往来する者は谷間の村を行く遠い道を迂回して峠を越えれば一日で済む用事を2日がかりで済ますことがあるこんなところで若い女が眠っているとすれば そうした事情を知らない遠い土地から来た人間だと思うしかなかったもうそろそろ日が傾くそう思うと新三郎はそのまま女を見過ごして城下に帰る気になれなかった近づいて声をかけた「お女中」そう言ったのは髪型などから 女が武家の女のように見えたからである。だが、声をかけられても、女は目を覚ます様子がなかった。おい。新三郎はそばにより、答えがないので、肩に手をかけてゆすった。これ、目を覚まさんか。すると、女が小さくうめいて、わずかに顔を上げた。 だがその顔はすぐに力なく曲げた腕の上に落ちた青白く血の気を失った顔だったお病気か新三郎は立ったまま縁の上に伸び上がるようにして女の伏せた顔の下に手のひらを差し込み額を探った 額から頬に滑らせた手のひらに触れたのは火のような熱だったこれはいかん新三郎は円の上に飛び上がるとひざまずいて女の体を抱え起こした力を失った女の状態がぐらりと腕の中に倒れ込んできた目をつぶったまま女はか細い息をついている まだ十七八の男の子のように凛々しい眉をしているが美貌の娘だった懐から懐犬を包んだ袋の房が垂れているやはり武家の女だった新三郎は娘の背に手を回し帯を緩く結び直すと少し胸元をくつろげてやったすると娘が目を開いて 新三郎の手の動きに抗おうとした充血した目だった心配するな少し帯を緩めただけだこれから城下まで連れていくそなたは病気らしいから医者に見せねばならん新三郎は娘を背負って立ったするとそれまで娘が握っていた杖が音立てて円に落ちた 拾い上げるとかなりの重さだった。仕込み杖かと新三郎は思った意外な気がしふと訳のありそうな娘だという気がした城下に戻ると新三郎は娘を母親の陸に任せすぐに城に登って上司である 金獣組頭取の彦根徳右衛門に騎乗の挨拶をしまた青沼村大官半田六之城の返事をもってすでに城を下がっていた月番家老菅野直樹の屋敷に回った家老の屋敷を出て途中かやりの草を燃やす煙が漂う商人町を抜け鶴屋町の家に戻った時は とっぷりと日が暮れていた暮れても暑さは夜に続いていて急ぎ足で帰った新三郎は家に入るとまた汗が噴き出すのを感じた「いかがですか娘の様子は」家に上がりながら新三郎は陸に聞いた「眠っていますよ」 くは心配そうに眉をひそめていた京安先生に来ていただいてさっき薬を飲ませましたが何しろ高い熱だから今夜一晩は額を冷やさないといけないとおっしゃって帰りました明日の朝もう一度来てくださるよう頼みました病気は何だと言っていましたか 疲れから来た初期あたりだと思うがもう少し様子を見ないとわからないと言われました「すみませぬ、ね」新三郎は母親に頭を下げた「厄介な荷物を背負い込んだようでバカなことを言いなさい」「陸はきっとした表情になって叱りつけるように言った」 解放するのが当たり前です。あんな病人を見捨てておかれますか。それもそうですな。私は食事の支度をしますから、その間、お前が見てやりなさい。父親の義太夫が5年前に病死して、新三郎は19の年に後目を継いだ。3年後に、 妹の秋代が病死した秋代は渦中に縁談がまとまっていて秋には婚礼という年の5月に死んだのである2つの不幸が嵐のように戸籍家を走り抜けた後に母子2人のひどく寂しい家が残された陸はまだ四十二だが少し老け込んだようになっている 屋敷の隅に五六坪ほどの菜園を作って通いの下辺で腰の曲がった銅像に手伝わせて畑を手入れするのがわずかな楽しみのようだった新三郎は奥座敷に行った普段めったに使うこともない座敷が縁側のとも開かれそこにすだれが垂れている。 かやりの煙が細々と外に流れる部屋にさっきの娘が眠っていた枕元に水を入れた小さなたらいが置いてある座って娘の額の上の手ぬぐいをかえようとして新三郎はふと目を細めた娘が着ている浴衣の柄に見覚えがあった 璃久が死んだ秋代のために自分で仕立てた浴衣だった一瞬新三郎は妹がそこに眠っているような錯覚に捉えられたようだった静かに娘の額から手ぬぐいを外し水に浸して絞りながら新三郎は着替えさせた時母も そう思ったのではないかと思った「お家に病人がいるそうですね」と敏夫が言った女の方だそうですけど誰から聞きました穂坂様が見かけたそうですわ若い女の人を背負って町を歩いているあなたを新三郎は 口をつぐんだ「敏夫の口から出た穂坂俊也の名前は耳に快いものではない穂坂は中老穂坂権之助のせがれで同じ金獣組にいる男だが新三郎とは身分が違ういずれは組頭になりやがて中老過老の地位に進むことが約束されている」 家は2800国の耐震で石高100石の新三郎とは住む世界が違っただが新三郎の見るところ穂坂俊也は出来の悪いドラ息子にすぎなかったこの男が反政の中枢に座って藩を動かしていく日を考えるとぞっとする穂坂は 屋敷に家中上司の子女をを集めててげたた遊びをやっっいいるという噂だった歌合わせなどをやっていたのは最初の頃の話で近頃は江戸詰めの者が持ち帰った花がるたで金をかけたり街を流して歩く遊芸人を引っ張り込んでわざと卑猥な歌を歌わせたりするという噂だった。 城下で知られた料理屋からまかない人を呼んで魚を作らせ主演を開きその酒の座はひどく乱れるということも聞こえている年夫はいずれ新三郎に嫁いる約束がありながら穂坂の屋敷に出入りしていた年夫の父八代十兵衛は新三郎の父義太夫と 元馬周り組の同僚で石高も似たようなものだったのがここ数年穂坂権之助に取り入って立身し今は350石で物頭を務めている八代は上司の橋に連なったのである敏夫は穂坂の家の集まりに呼ばれるようになったことで有頂天になっているようだった おきれいな方だそうですね「新三郎は黙って敏夫の顔を見た敏夫の顔には少し意地の悪いような微笑が浮かんでいるやや丸顔で目が大きく口も女にしては大きめだがそういう道具立てがまとまって敏夫は家中でも美貌が評判されている」。 別にに私は気になんぞしていませんのよ。ただそういう噂が流れていると言いたかっただけです病人だからしばらく休んでいるだけだ新三郎は静かに言った体がしっかりすれば出ていくだろうそれよりもそちらの噂の方がひどいのではないか保坂の屋敷に出入りするのもほどほどにせんと 渦中の評判が悪くなる一方だぞ敏夫はふと探るように新三郎の顔を見た「気になりますの?」「無論だあそこは若い娘が出入りするところではあるまい」「敏夫の顔にまた意地の悪いような微笑が浮かんだ」「その笑いを見ると新三郎は 年男が少し以前と変わったような気がして胸が重くなった親同士が取り決めた縁談であったが新三郎は年男が嫌いではなかった小さい時から気性の明るい娘だったが年頃になると一皮むいたように美しくなった同僚の噂に上るほどの女を妻にする気分は 悪いいものではないだが年夫はもう十八だが婚約の約束事が生きているだけで婚儀をいつにするかというような話はなかなかまとまらなかった新三郎の母はそれを気にして親戚筋の人間を頼んで日取りをまとめたがったがいつも八代家の方が曖昧な態度で伸ばしてきている。 たぶん百石の平侍の家に嫁にやるのが惜しくなったのだろうと新三郎には八代十兵衛の胸の中が薄々忖度できるいつの時代でも縁席関係は出世のための大きな手がかりになる物頭の地位を手に入れた十兵衛は娘をもっと価格が上のところに嫁にやることができると考え その縁でもう一段の出世ができないものでもないと考え始めたのかもしれなかった風技が良くないといわれる穂坂の家の集まりに平気で娘を出入りさせているのがその証拠のようだった穂坂聖也の周囲には同年配の上司のせがれが集まっている。 八代十兵衛のそういう腹が透けて見える時新三郎の胸にかすかな怒りが動くのはやむを得ないだが新三郎はそれを正面から十兵衛に切り出したことはない年男との縁談は暴風が決めたものだった相手がどう心が変わろうと新三郎には破棄するつもりはなかったそして 新三郎が言い出さない限り八代家からその縁談について早くなどを言い出すことはできるはずがなかっただが年夫の心自体が変わってきたとなれば話は別になる年夫は影のない性格でこれまで新三郎に親しんできているそれが ここ半年ほどの間に少し以前と変わったそぶりが見えるようになっている明らかに穂坂の屋敷の集まりに毒されている感じがした新三郎はそういう年りに怒りは感じないただ哀れな気がしたやめさせないと取り返しがつかないようなことになりかねないという 不吉な気がした新三郎は時折八代家を訪れる別に改まった用事がなくとも通りがかりに訪ねて茶を振る舞ってもらったりするもともと八代家と新三郎の家はそういう間柄だったのであるそういう付き合いの中で新三郎と敏夫の縁談も決められた だが最近は新三郎を迎える社家の空気そのものが微妙に変わってきている以前は年寄だけでなく父親や母親それに年寄の弟の久次郎なども加わって賑やかに雑談したものだが近頃はどことなくよそよそしい態度が目立った今日もだいぶ一人きりで待たされ やがしおだけがやってきて話し相手になった何様になったつもりかと昔のろ家の屈託のない空気を知っている新ろうは馬鹿らしくなる十兵衛やしおの母松江は新ろうと顔を合わせるのを恋に避けているのかもしれなかったお茶を替えましょうか。 と、年が言った。「いや結構今日はこれで失礼する」新三郎は言ったがしおの目をじっと見つめて付け加えた「ドラ息子たちと遊んでいるとろくなことにならんぞいいかげんにすることだな」「嫌な言い方ドラ息子だなんて」 敏夫は反抗するように眉を上げた大きな目が魅惑的だったみんな品のいい方ばかりですよ外でどんな噂が出ているのか知れませんけどそれなら結構新三郎は言い捨てて席を立った家に帰ると母の陸と 新三郎が峠で拾ってきた娘がウリを食べていた娘の名は幸恵と言い,い江戸から林藩野沢の城下に行く途中だった「おや起きられたな」新三郎は思わず大きな声を出したちょうどウリにかぶりついていた幸恵は慌ててウリを下の盆に置くと 顔をあからめて頭を下げた「おかげさまで」「いやお楽に食べる邪魔はせん」「新三郎は座ると改めて娘をしみじみと眺めた」「ほっそりした体だが美しい娘だった」「少し上がり気味の眉の下に」 切れ長の目が黒々と光り小さな口元にやや幼げな感じが残っている8日も寝て頬がやややつれているがそれが初う々いういしい色気のようなものを感じさせる「雪絵という娘は今日初めて起き上がったのである」「お前も食べますか?」と陸が言った いや、でもそばで見ていられては幸恵さんが食べづらいでしょうねと言ってくは幸恵を見た幸恵はウニを持ったまま恥ずかしそうにうつむいて笑っている着ている白地の花柄の浴衣はやはり病死した妹の明夫のものらしかったまたしても 楼はそこに妹が座ってウリを食べているような錯覚に捉えられたその感じを新三郎はとうとう口にした「似ていますな母上そう思いませんか?」「そう私もそう思っていたところです」と陸が打てば響くように言った。 どなたにですか雪江がけげんな顔で尋ねただがりくはそれには答えずに「もうひとつうりをむきましょう」と言って台所に立った「死んだ妹にですよ」「あんたが今着ている着物は妹のために作ったものらしい」「2年前にちょうどあんたの年頃に」 急な病気で死んだのだのまあお気の毒に幸恵はうつむいたがすぐ目をあげたそれでこんなに親切にしてくださるんですね何そういうことはないあんたが病人だったからさ病人を放っておくわけにはいかんからなご親切は忘れませんと ゆきえは言いつつましくうりをかんだ「ガブリとやりなさいそうしないとうりはおいしくない何を言ってますかそばでそんなに世話を焼かれては味も何もわからないじゃありませんか」「別の盆に切り割ったうりを運んできたりくがいい新三郎は苦笑しゆきえは 声を出して笑ったコロコロと響く明るい声だった」「ところで野沢に何用で行かれる?」「はい」と言ったが雪江の顔は不意に曇った」「親戚の家に参ります」「江戸弁のようだが長く江戸でお暮らしか」「はい」 子供の時から江戸で暮らしておりましたが、父母が死にましたので。すると、父上は野沢の生まれか。さようでございます。でも、親戚の者が今もいるかどうか、野沢に行ってみないとわかりません。もし、親戚の方が見当たらなかったら、不意に、 リクが口を挟んだまたこの家に戻ってきなさるといい。りくの目にこれまで見たこともない優しい光があるように新三郎は思った。そなた剣術をやるかふいに新三郎が言った。雪恵ははっとしたように新三郎を見たが。 静かに首を振った。いいえ新三郎は黙って瓜を取り上げ見本を示すように大きな口を開けてかぶりついた「大きな口だこと」と陸が言い幸恵がはじけるように笑い出しただが新三郎は「この娘には」 少々わからないいとところがあると思っていた新三郎は見ていないが熱に浮かされ汗にまみれた着物を着替えさせた後でで陸は「あの娘さんには腕にしないだ子がありますよ」とささやいたのだったそういえばしこみずえも旅の用心にしては念が入りすぎている感じだった 戸口に立ててかけてある杖を新三郎は一度そっと引き抜いてみたが錆一つ浮いていない刀身が中に隠されていたのである同僚の藤井隆之と連れ立って守備木橋まで来た時新三郎は不意に五六人の人間に囲まれたほとんど顔の知らない連中だったが 一人だけ見覚えのある男がいた。穂坂俊也だった。俊也は少し離れたところに立って、じっと二人を見つめている。遅いではないか。いつもこんな時刻か。正面に立った角ばった顔の男がいた。口調に横平な響きがある。 の取り巻きの連中らしかった帰ろうとした時頭取の彦根に藤井と2人書類を作るのを手伝わされいつもより一時近く下城が遅れた辺りは少し薄暗くなっていてほとんど人影がなかった一人だけ新三郎の前を歩いていた町人がいて 急に人が出てきたのを驚いたように振り返ったが、口論でも始まると見たのか急ぎ足で行ってしまった。いつもより遅いが別に待ってくれと頼んだ覚えはないと新三郎は言った。並んでいた藤井がふフと笑った。藤井は新三郎と戸田道場の同門である。 免許を取るのは新三郎より一年遅れたが着物を座った男だった少し聞きたいことがある角顔の男は言ったが藤井に目を移すとあんたには用がない先に帰ってもらおうと言った妙な言い方だな藤井は面白がっている口調で言った 古籍に何の用があるのか知らんが俺は古籍の家に用があるのでこうして一緒に来た途中で妙な指図を受けて「はいそうですか」と帰るわけにはいかんな藤井は新三郎と同年の二十四だがだるまのように太って三十ぐらいに見える風貌をしているそう言い切ると テコでも動きそうにない貫禄があったまいいだろう男は舌打ちして新三郎に向かうと言った聞こうこの間青沼の半田のところに使いに行ったそうだなそれがどうかしたか新三郎は少し向かっ腹が立っていたその時のご家老の手紙が どういうものだったか中身を知らんかそんなものを知るわけがないだろう俺はただ使いをしただけだしかしだ格顔の男はしつこい調子で言った気候がその手紙を持参したそして半田は気候の前でその手紙を開いて読んだそうだなそれはそうだ その時半田は何か言わなかったか別にしかし何か言ったろうしつこいな少々新三郎はまたムッとしたじゃあ帰りに半田が何かことづてを頼んだろうがそれを聞こうかいや帰りに半田が手紙を書かなかったことは分かっている ご家老に気候を通じて返事したのだ。ぜひともそれを聞きたいそれは言えんなと新三郎は言った無理にも聞きたい格顔の男が言うとそれまで腕組みして二人を取り巻いていた男たちが一斉に一歩下がって身構えたあくまでも断る新三郎が言うと 藤井が「当然だ」と言った男たちと2人は薄闇の中でにらみ合う形になった横に回った男が前触れもなくいきなり切り込んできたのを新三郎は軽快にかわすと体を反転するようにして肩口に峰内を叩き込んだぐっとうめいて男が暗い地面に 音立てて転んだ戸籍切るなよ」と藤井が言った男たちが一斉に抜刀し藤井も抜いたそれまでだ山崎不意に穂坂敏也の声がした男たちは一斉に刀を引いた「おい忘れ物だ。 藤井が言うと一人が地面に転がっている男を抱き起こし肩に担いだ男たちが遠ざかるのを見送ってから新三郎と藤井は刀を鞘に戻して歩き出した「何者だあいつら」と新三郎が言った穂坂のおせがれはいたろううんあとは取り巻きだろう しかしおかしいな新三郎が首をかしげたそのドラ息子たちが何であんなことを聞く戸籍は何も知らんらしいなと藤井は言った近頃ご家老の菅野様と中郎は仲が悪くてなことごとに意見が合わんらしいほう。 例えば青沼村で三月ほど前危うく一揆が起きかけたご家老と半田様が素早く動きを察して押さえたらしいが後で中老の筋から青沼村のものを煽り立てたことが分かってな以来ご家老と中老は犬猿の仲だそんなことがあったのか青沼村は 藩の預かり支配地になっているがもともとは天領だった場所だあそこの人間はいつも藩に対する不満がある天領時代の楽な暮らしが忘れられんわけだな藤井はそういう消息に詳しかったしかし中老はなぜそういうことをやる何か狙いがあるのか中老は 班の実験を握りたがっている。今に始まったことではないよ狙いはご家老の失脚だすると新三郎は不意にあることに思い当たった気がした穂坂利也が人を集めて乱痴き騒ぎをやっているというのも狙いがあるのかその噂は俺も聞いているが。 実際ひどい遊びをやっているらしいなだがさっきも見た通り穂坂はただのドラ息子じゃない多分バカ遊びも親父の息がかかっているはずだそういうやり方で周りに人を集めていると見た方がいいな新三郎は鶴屋町の曲がり角で藤井に分かれた。 一人になってから後ろを振り向いてみたが、誰も後をつけてくる様子はなかった。家のそばまで来ると、白い顔が薄闇の中に見えて、近づくと雪絵だった。どうしたお帰りが遅いのでお待ちしていました。そうか。私、明日野沢に立ちます。 幸恵は低い声で唐突に言った「そうか」と新三郎は思った幸恵の顔は胸に触れるほど近いところにあって若々しい肌の香りがにおった幸恵を背負って笠取峠から走り下った日のことが思い出された ずいぶん昔のことのように思えたがそれは20日ほど前のことだった昔のことのように思われるのは20日の間に照りつける夏の日差しが衰えこうして夜い闇の中に立っていると冷ややかな空気が四方から寄せてくるためだろう奇妙な縁だったが行くかと新三郎は言った なぜかさらせがたい親密な感情が胸を締め付けてくるようだった一人の女としてよりもゆきえは二人きりの戸籍家に突然に増えた家族の一人のようだったのである病気が治って元気になるとゆきえは陸を手伝って畑仕事などをしていたのである母に言ったか い,いえまだ落胆するだろうな母はあんたがひどく気に入ったようだふいに雪枝がうつむいて手のひらで顔を覆ったどうしたお話ししたいことがあります涙を拭いながら雪枝がいた 社家から使いに来た輪吉というしもべと一緒に新三郎は町の中をシックした城を下がると輪吉が待っていてしおが自害したと告げたのである言わないことじゃない走りながら新三郎はそう思ったこういう日が来る予感があったような気がした小関様 後ろから脇地が声をかけた振り返ると立ち止まった脇地が大きな息をついて地面に膝をついたのが見えた50を過ぎた脇地はそこまで来て息が切れたようだった「よし後から来い」新三郎は言うと横丁に走り込んで寺町に回ったそこはあまり人通りもなく としているそれでも歩いていた23人の人間がすごい勢いで走り抜ける新三郎をあっけに取られたように立ち止まって見送った社家の玄関に走り込むとそこに待っていた年夫の母の松江が立ち上がって新三郎の手を取ったどうぞこちらに。 娘には似ない細表の松江の顔には血の色がなかったほの暗い奥座敷に入ると線香の匂いが鼻をついたヤグの上に敏夫の体が北枕に横たわっていてそばに新三郎とも顔見知りのおやすという年配のはしためと敏夫の弟の久次郎が座っていた おやすは新三郎の顔を見るといきなり手のひらで顔を覆ったかすかなおえつの声が指の間から漏れたまだ親戚にも言っていません突然のことでどんなふうに話したらいいものかと松江はうつろな表情でつぶやいた 心三郎はにじり寄って死人の顔を覆った白布をあげてみた眠っているように穏やかな顔が現れた目は閉じられていて特徴のある大きな目は見られなかったがつえが化粧を施したらしく頬は少女のように紅に彩られきれいな死に顔だった喉をえぐったらしく 首が真っ白なさらし布で包まれているのが痛々しかった婚約が整った頃座敷の外に見える庭を2人で歩き回った時のことが思い出された社家の庭には大きな池があって鯉が群れているが池に渡した石の端が体を乗せるといつもぐらついた年夫が 橋の上でわざとのように悲鳴を上げ手を伸ばした新三郎の胸に倒れ込んできたことがあるその時の年男の小さなあえぎ恥ずかしげな含み笑いが生々しく思い出されて新三郎は一瞬胸が塞がるのを感じた同時に強い憤りが心の中に動くのを感じた あの時の時無邪気な少女を誰がこんな風にしたのだと思った少々お伺いしたいことがござる松江はぼんやりと新三郎を見つめたがうなずくと先に立ち上がって隣の座敷に入った自害と言われましたなはい理由は 新三郎の声は鋭くなった。松江は一瞬怯えたように新三郎を見たが黙ってうつむいてしまったお伺いしましょう理由は何でござったか松江はゆっくりと顔を上げたが新三郎から目をそらしたまま低い声で言った。年は、 身ごもっておりました「バカな」「新三郎は打たれたように言った」「松江の低い声が耳の中でとどろき渡ったようだった」「だがすぐに驚くほど素早く松江の言葉が理解でき今隣の座敷に死体になって横たわっている年夫の姿と結びついた」「愚かなことを」 新三郎はつぶやいた。それはいつの間にか遠く道を隔ててしまっていた敏夫の行為を非難したようでもあり自害という死にざまを嘆いたようでもあった新三郎は立ち上がった松江が驚いたように顔を上げた「あの今夜はどうぞお通夜を」「出かけてまいります」 帰ってきますゆえご懸念なく社の家を出ると新三郎はまっすぐ穂坂家に向かった穂坂家は隣町のやや高台になった場所にある高弁を巡らせた高層な屋敷だった穂坂利也に会うつもりだった年男の相手の男が利也とは限らない 取り巻きのかかもしれなかっただが年夫を推しに追いやった乱れた集まりの中心に敏也がいることは確かだったいきさつはどうあれ一人の女が死んだそのことをどう思うか問い詰めるつもりだった関わりがないとは言わせない答えようによっては「斬る」 桑脇のくぐり堂を押すと訳もなく開いた新三郎は長い石畳の上を歩き穂坂家の玄関に立った玄関はなぜかひっそりして出迎える人影もないご中老に申し上げる新三郎は声を張った「金銃組戸籍新三郎」 ご子息に物申したいことがあって参上いたした新三郎の声はほの暗い屋敷の中に響き渡ったようだったが家の中には人声も聞こえなかったそれが新三郎の申し入れを冷ややかに拒否しているように思えた「穂坂利也に物申すことがある」「出てこい」新三郎は怒号した。 突き上げてきた怒りに目がくらんだようになっていた「臆病者出てこないなら踏み込むぞ」新三郎が草履を脱ぎかけた時人の気配がした足音もなく玄関に出てきたのは年夫の父八代十兵衛だった「踏み込むのはよせ」と十兵衛は言って「 履物を履いたさあ一緒に帰ろう新三郎いやこの家の息子に一言言うことがござるそれはわしが言ったもうよい十兵衛は先に立って玄関を出た新三郎は仕方なく後について外に出た中郎の屋敷を出ると 二人はしばらく無言で歩いた武家町の日暮れの道は人影もなくひっそりしているわしを中老に取り入って挙句の果てに娘を殺した愚か者と思うだろうなそう見えるはずだ遠慮なく申し上げますがその通りに見えます それでよろしい。十兵はまっすぐ前を向いて歩きながら言った「年を失なせたわしを恨んでいるか新三郎」は「はっもう少し前に入るすべきでした」いやそもそも穂坂の屋敷に出入りさせたのが間違いのもとと存じますそうしなければ 利尾殿が死ぬこともなかった言う通りだの十兵衛は言ったが不意に立ち止まって新三郎の顔をじっと見た十兵衛の顔には疲労の色が濃く現れているだが年夫を穂坂の屋敷に出入りさせたのは実は ご過労の命令だ新三郎は息を呑んだ「敏夫はわしがそう命じた時嫌がった探索の役目などやるよりは貴様の嫁になりたかったのだだが穂坂中郎は油断ならんお人でなご家老としても目放しができなかったのだ」。 敏夫は結局承知したがその時には貴様の嫁になるのを諦めたのだ不憫な娘だだが敏夫の自害で穂坂中郎はわしに借りができたと思っているわしに相談せずに何かやる気遣いはないと今日は見たご家老はこれで安泰だ藩も安心だ このことは、わしと死んだとしおとごかろうのほかは誰も知らん。十兵衛はゆっくり歩き出しながら言った。人には言うな。としおの相手の男は誰ですか。と、新三郎は後ろから声をかけた。知らん。 聞く必要もなかろう十兵衛の物縫い声が返ってきた探索が現れて切られる場合の覚悟はしていたがこうはらむとは思いもしなかった男親の浅はかなところだなよくできましたな見事な人参ですな。 と、新三郎は世辞を言った今日は非番の日で母の陸が畑をいじっているのを手伝っているわずか五六坪の畑だが結構いろいろと植えてあるのが珍しかった青菜の一畝があるかと思うとそのそばに唐辛子の株が真っ赤な実を垂れている人参は掘り起こすと滑稽なほど よくできているのだった陸は新三郎の世辞には応えないで黙々と白菜の虫を取り除いている年をが死にひと月近くも家族のようにした幸江という娘も去ると陸は急に寡黙になったようだった幸江は野沢城下に 父ののを刺しに行ったのである幸恵が九つの時野沢城下から来た打ってが父親を討ち果たしていった藩主に反抗して故郷を捨て江戸に隠れていた父親はいずれその日が来ることを覚悟していたらしく尋常に戦って死んだその時幸恵は七つの時から竹刀を持たされて 稽古したたた意味ががかっっように思ったがやがてそれが父親の仇を討つためだったと思うようになった母親はそういう娘を心配して情が通いをやめさせようとしたが幸恵は聞かなかった今年の春病弱だった母親が死ぬとかすかに幼い時の記憶が残る道をたどって野沢城下目指して 旅をしてきたた。のだった「幸恵にそのことを打ち明けられた時新三郎は止めた」「上位打ちは指名でありっ手を恨むのは筋違いだと諭したが幸恵の中には石のように凝り固まった一念があるようだった」「父親の無残な死にざまが忘れられないと言った」 新三郎にそのことを打ち明けた翌日幸恵は野沢城下に旅立っていった「幸恵も死んだかもしれない」と新三郎は思っていた「慣れない畑仕事は意外に疲れる」新三郎は腰を伸ばすと裏口の軌道を押して外に出た出たところに まっっすぐな道が通っている北に伸びるその道がリンパンとの国境に向かう道の一つだった旅姿の人間が遠くに小さく動いているあの日の朝早くこの道を遠ざかった雪江の姿が思い出されただが道脇の草はあれから半月たった今 すっかり枯れ色に変わり晴れた空の半ばを埋めてうろこ雲が広がっている空気は冷え冷えとした秋だった喜怒を入ろうとして新三郎はもう一度遠い道に目をやった心を引く者がそこに動いているという感じがした 遠ざかる人影とは逆にこちらに近づいてくるものがいた人影は速い足取りでほとんどかけるように近づいてくる女だった幸恵だ感動が新三郎の胸を締め付けた旅姿の女は幸恵に違いなかった高く手を上げている 西空に傾いた日差しに白い歯がちらりと光ったのが見えた「母上」「木戸から首を突っ込んで新三郎は母親を驚かせないように努めて平静な声をかけた」「あなたの娘が一人帰ってきたようです」 でしたかそれではまた次回お楽しみに